いやすごい、もうこれならもうアロハシャツで極楽寺山 KOM ですよ。こんにちは、エレワンサイクルです。やっと来ました、パナソニックの E バイクが来ました。僕がねこの E バイクにあの全てをかけてるんで、まだあのこういうジャンルのお店で E バイクを押してるお店はないんで、ブルーフラグさん、まあね、ブルーラン名前出したらブルーフラグさん、いろいろグランピングもやってないし、僕はねこの E バイクに本当にもう期待を込めてるんで、まず今回はそのどんな E バイクを注文したかっていうのと、あと開封動画と、まあ、組み立て動画、組み立てまあ 80% もできてると思うんで組んでいきます。で今週は明日もし時間があれば、明日ないか、金曜日時間があれば極楽寺山に登ってちょっと KOM 撮ってこようと思います。じゃあ今から開けます。じゃあその前にリアルゴールドいただきます。やっと来た、やっと時代が来た。リアルゴールドの CM お待ちします。よっしゃ開けるぜ。めっちゃでかいです。熱っ、これどうやって開けんのこれ。おお、ていうかもうできてんじゃんこれ。これどうやって出せばいいの。よいしょ、よいしょ、よいしょ、やばい、誰かヘルプ、よいしょ、ゲップ売れた。うわ、スタンド、うわ、ゲップ、スタンド付きめっちゃ便利。箱が深すぎて取れない中なんですけど。もうね、この E バイクで前かご告げて、もう T シャツ短パンスタイルで涼しい顔をしてあのヒルクライムしようと思います。まだ人力で登ってるんですかみたいな、そういう動画をね撮ろうと思います。まあでも人力はね、人力でまだいいとこがあるんで、これをきっかけにやっぱ E バイクよりも人力がいいなっていう再発見があるかもしれないんで、まあそれはそれでいいと思います。あと今度ね、これでまたグランピーの池田くんとヒルクライム対決しようかな。またヒルクライム対決しましょうって言っときながら、実は持っていくと、榎本さん E バイクみたいな、そういう感じです。これはね、これ一応お店のまあ試乗車というか体験できるので、気になる方はお店に来て乗っちゃってください。もう何だったら春日野まで行って帰ってきてもいいし。どうやら広島県でこれを置いてるのは僕のお店だけみたいです。タイヤもシムワークスさんのスーパーヤミーとかにね変えてみようかなと思ったんですけど、よくよく考えたら E バイクだから重さもあるしトルクもかかるから、ちょっと実際どうなのかなみたいな。なのでまずはひとまず純正でノーマルで乗ってみて、まあ多分ダメなとことか出てくると思うんで、そういう気づきをじゃんじゃん言って、まあこれを買ってね失敗してほしくないので、まあやっぱり、あ、榎本さんそういうこと言うのね、あ、じゃあ俺はちょっと合うなみたいな、いやでもちょっと合わないなみたいな、そういうふうにあの自分で判断してもらえればいいと思います。
っしゃ、これ倉橋島のキャンプね、これ持っていきますから。とりあえずステムとかシートポストトムソンに改造しようかな。こっちバッテリー残量いくつなんだろう。まだあるからいいか。いやワクワクする。あのスコットのアディクトの開封以来ですね、こんなワクワクするのは。本当にいいんでしょうか、こんなワクワクしちゃって。あ、すいません、あのここにあるドッポ、あのちょっとやっぱり部品がねもう一点なかったんで、今日注文したので金曜日に揃って、やっと金曜日の夕方完成です。やっぱ、ね、7月はあのちょっと3日間休んじゃったんで、あの夏バテでちょっとね思い通りいかなかったんですけど、8月もあのレッドゾーンギリギリで攻めていきますんで、引き続き YouTube いいねチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとハンドルが狭いな、ちょっとハンドル変えよう。これいい感じのやつに、あ、もうキャリアついてるのか。でこれをやってみたいのが、まあ、バーレーの、ね、サイクルトレーラーを引いたりとか、あとはイエップのチャイルドシート、あれをつけたりとか、いろいろやっぱね、この性をつけて実際どうなのかなみたいな、そういう動画も今後撮っていきます。わ、サドルはいいね、これクッション性良さそうですね。とりあえず春日の登り登りたいな、春日のに。で調べたらこれホワイトインダストリーズのクランクがなんかに使えなさそうで、使えないっぽかったです。もうできたよこれできた。まあいろいろ思うことそこあるんですけどね、なんでこんなところライトつけたのかなみたいな。まあそれはね今さら言ってもしょうがないんで、それをね自分流ね、ちょっと榎本流でにカスタムしていこうと思います。もう絶対ねeバイクいいと思います。これ38万円ですからね。これで前かごつけてコーヒーライドしたら最高でしょう。もう乗ってくださいみんな、これみんなに、この電動自転車じゃなくて本当に e バイクなの。わ、なんかケーブル曲がってるしこれ。あ、 OKOK、 これをねもう乗ってほしいみんなに。今日はちょっとこの動画は一応開封して形になりました、あとはちょっと近所走りましたっていうだけの動画になります。ハンドル変えようかな、いきなり。あんまり好きじゃないのこれ。でも変えたらハンドル確か穴とか、ハンドルは普通のハンドルですね。すごいなこれ。まずこれどうやって、これどうなってるの。鍵があるということはここに、おおおおお、これです、バッテリー。なんか懐かしい、こうなんかリンちゃんぐらいですねこれ。 3.4キロぐらいですかねでこう寝てね、こうベッドに置こうとしたら泣くみたいななんか懐かしいですこれ。これがあったらちょっと昔を思い出します、去年ぐらいを。まあ、どうでもいいそうです。外したのはいいけど、ちょっとはめ入れなくて。なんか誰か来た。お客さん来た。ちょっと一回ね、動画切ります。いった。挟んだ。
はい、ということで我慢できずに組んじゃいました。早速ねハンドル変えました。幅広いやつライザーバーに変えました。これはM さんからもらったペダルつけます。ちょっとね19時から来店予約があるので1時30分ぐらい時間があるのでちょっと乗ってみようと思います。はい、今日はねアロハシャツ、よし、乗ってきます。スイッチオン、ライトオン、とりあえずエコモードで行こう、オートで行こうか。やっぱねカゴが欲しい、マイカゴ欲しい。これよし、おお、もう全然違う、電動自転車のもうね火じゃない。ポジションも楽、ちょっとどっかね坂があればね坂登ってみたいなと思って。まあちょっとねクランクがね170なんでこれに慣れるまで時間かかるかも。いやーすごい、もうこれならもうアロハシャツで極楽寺山 KOM ですよ。めっちゃいいじゃんこれ。ちょっとどっかね激坂行きたいんですけど、ちょっと今日はね今回はここまでにしておきます。これはすごい、あー筋、ブレーキも油圧なのでコントロールしやすいですね。カクカクしないです、ギクシャクしない、今のところデメリットはない。荷物をどうやって積むか、まあ、それかな課題は。やっぱね前カゴつけたいですね、前カゴ。いやーこれはすごい、まあ、今後も走行動画はね多分いっぱい撮っていくんで、今後もいいねチャンネル登録よろしくお願いします。とりあえずカゴつけようかな、これ今日今。いやすげえわこれ、ていうか暑すぎる外が。もう今日あれだな、これ今日編集して今日公開。